ヒエール・ジョルジュ・エド・アール・バルトロメイは、ベルギーの指揮者、作曲家。1937年、ブリュッセル生まれ。ブリュッセル王立音楽院で、アンドレ・デュ・モルティエにピアノ、アンドレ・ス・ウリーに火星を学んだ後、1958年に、イタリアのポジターノで、ビルヘルム・ケンプのマスタークラスを受講。1960年に、RTBF のプロデューサーとなり、1962年に、 グループムジーク・ヌーベルを結成して1976年まで音楽監督を務めた。1970年にはアンリプス・スールとワロン音楽研究センターを創設。1971年から1977年まで母校の教授を務めた。1977年から1999年までリエージュ・フィル・ハーモニー管弦楽団の主席指揮者を歴任。 1981年から2002年まで、ルーベンカトリック大学で教鞭を取り、2000年から2003年まで、同大学のレジデントコンポーザーを務めた。アーツ・プラスティックス・イ・ミュージック。2013年10月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2013年10月12日閲覧。ビオグラフィ。2018年3月5日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2018年3月5日閲覧、ありがとうございます。